高角道はソウル特別市中区にある行政道及び法定道。高角道は中区北東端に位置している行政道であり、成型川の南側に位置する。北と東は草海となっており、北は小六東は上東区にそれぞれ接している。南は同じ区内の新道五道、西は新道道にそれぞれ接している。なお法定道としての 高角道は行政道としての高角道と同一区域である。東に東大門市場がある。整形側復元以前は土日にフリーマーケットのような体裁の市場が開かれていた。整形側復元以降はそれらの市場の多くは東大門運動場に移転したが、日曜日に限っては以前のようなフリーマーケットが開催される。また、 成形側復元に伴い三点一アパート跡地に形成されていた商店などが姿を消しつつあり、高層マンションなどが建設されている。また、中央市場北側は、中古電気品が有名であり、コプちゃんと呼ばれるもつ焼きが有名な地域でもある。総力市の大きさの中央市場が存在し、肉や野菜を売る一方、東に、家具市場、建肉市場と穀物の問屋街、西に、 住んでの問屋も併設している。また、町内には旅人宿が10軒ほど存在し、小規模ながら公園も存在する。管轄の法程度は以下の通りである。ありがとうございます。